今日は127ページを見ましょう。ここには何でも人のせいにするとエネルギーが減るということが書いてあります。あなたはどんな時に人のせいにしていますか？人のせいにすると一見楽ですよね。あの人が悪いんだと言えば自分は何もしなくていいんです。でもよく考えると、あの人が悪いんだということはいつでもあなたは被害者になりうるということなんです。外側の人は変えられないと思ってるわけですから、外側の人が何かするたびにあなたは犠牲者になります。そうしたらあなたが今までやってきた努力はどうなると思いますか？一瞬で消えますよね。つまり人のせいというのは、自分が悪くないと言って自分のエネルギーをキープしているように見えて、実は自分のエネルギーをどんどん失うことになっているんです。つまりあなたは自分の思い通りに生きることはできないということです。ですから多くの人は、いいえ、私は人のせいなんかしてません、もう忘れましたって言ったりしますよね。忘れても全然意味がありません。あの時はあの人のせいでこうなったと思っている限り、それはまた未来にやってきますよ。あなたはその人を防ぐことができなかったということを自分で言っているようなものです。ですから今後もそういうことが起こりますよね。そういうあなたを苦しめる人が来るか来ないかは、あなたのコントロールができないところにあるということですからね。ですから人のせいにするのをやめる。じゃあ次はどうしたらいいでしょうか。つまりその出来事の責任は自分にあると認めることです。どうやってその責任を取ったらいいかわからないとしても、まずは認めることです。認めるという脳がなければ責任を取るやり方もわからないからなんです。多くの人はどうにかなるものではないし、自分が責任を取ったって何も変わらないと思っているかもしれませんが、そうではないんですよ。あなたが責任を取りたくないと思うから、その方法がわからなくて、そしてコントロールができないんです。ということで、まず全ての出来事に対して、もしかしたら自分が責任を取れば、これは自分でコントロールできるのかもと思うことから始めてみるべきですよ。そうすると脳が発達していくんです。責任が取れる人間ほどコントロールできる範囲が広がります。そうするとあなたはもっともっと思い通りに生きられます。責任を取るやり方、それをコントロールするやり方はその後にわかりますよ。ではまた次回。